こんにちは、けいかです。みんなウインクできる？あ、こっちの方がいい？こっちにしようかな。こんにちは、けいかです。けいかがやるとさ、ちょっと痛そうじゃない？痛っ、痛っ、バーンみたい、痛ててててみたい。てかまだ赤いやろ、もうほんと嫌なんだけど。結構さ、お肌でテンションというかモチベも下がるし、気持ちが落ちちゃうのよ、左右されるのよ。今別に可愛いと思ってないからね。何の話しちゃったっけ。そう、今日はお父さんとお出かけをするので、そのドライブ風景をシェアしたいなと思います。なんか思い出したら痒くなってきた。やっぱどっちがいい？話戻ったよ。どっちでもいいか。こう上がるよね。何だったっけ？そう、お父さんとドライブをするの。一緒に出かけることがないからさ、ちょっと撮ってみようかなと思って。誘うこともない、誘われることもないし、別に仲悪いとかじゃないんやけど、タイミングがなくて。でも誘ってくれたから、期待していいのかなみたいな。私誕生日近いんですけどみたいな。まあね、誕生日はさ、自分もやけどさ、家族に本当ありがとうございますって感じだよね。21年間育ててくれて。てかなんかちょっとチャラくない？今日いつもこんな髪色、ピアス、アクセ、ネイル、服、全部やないかい。顔？経過の顔ってさ、童顔？どうでもいいか。どうでもいいや、どうでもいいわ。ほんと肌荒れやだな。気にしたら余計なるか。こうさ、バイ菌を入れたくないなと思って、ファンデ塗ってないんだよね。ファンデってかメイクしてないんだよね。どんどん薄くなるやろ。1ヶ月ぐらいなんだけど、 YouTube 始めて最初の方がメイクも濃いし、いろいろ濃い企画って感じでやってたけど、すいません。いや別に気が抜けてるとかじゃなくって、まあいいかなみたいな。あー、もうとりあえずこれ直すわ、早く。うん、じゃあどうぞ、ケイカとパパのドライブです。下手くそ、急に。ケイカとお父さんの、いや同じじゃないかい。どうしようどうしようどうしよう。うん、どうぞ。パパ経過21歳やけど、どう？早い、あっという間。あっという間よ。あっという間、ほんと。でもね、いいやん、高校3年もこっちおらんかったから。そうね、高校生のつもりでしばらくいろ。おお、いいんですか？そう、慌てんねやろ、まだ21年が放たれやろ、もう。放たれと。ブクブクパーやろ、もういいわ。ありがたい、ありがとうございます。音も全部入るの？音取ってるよ。あ、これうるさいかも。そんなこと全然大丈夫。よく経過をさ、高校から行かせてくれたよね、東京。信じられんよ、ほんと。ダマくらかされて。なんじゃそりゃ。でもめっちゃ言われる。よく経過のママ、パパは東京行かせてくれたんだよね。本当よ。だって東京行ったと思ったらさ、卒業して韓国行くって言ってさ。本当よ。本当よ、もう。しかも、あの時のお金がない時期やったもんな。まあまあ、お金の話するとあれやけど。いや、救急で1週間か10日ぐらいで。そうそう。だってもう決まってから、どんくらいかな、すっきりかと、もう韓国行ってたじゃん。うん。でも、うん、もう一回行きたい。あ、何よ。え、また海外行きたい。分からんけどね、いつとかどんくらいの期間とか全然、ね、まだふわっとして行きたいっていう希望だけしかないけど。うん、仕事で、仕事でってか、うん、っていうより海外っていうより国内でもいいけど、日本でも一回ああいう世界に挑戦してみたいっていうのがないわけじゃないやろ。だからダンス、ガール、ダンスとかってこと？
まあ、ダンスであったりそれがモデルの世界なのかは別としてね。そうだね。何を起こしてるんだよ。お話変わるね。どう思ってよね。でもなんであんたとママしかどうなの。何やろ。でもこれ何靴とかなんか。あ、日焼け止めとかやるか、うん、服はいい。あーウエット話したね。さっきのあ取れるわ取れる。あんたそうくんな動画をなそれ編集して、うん、で YouTube かなんかに使うの？うん、いい。編集するわ、うまく。いいパパ風に映すわ。いいお父さんやなって。でも騙され騙され。そんなことないが。でもさ、パパもママもさ。否定から入らんから嬉しいわ。ケイクがやりたいこととかもさ。いやもう基本的には俺ね、私が子供の頃そのパパのお父さん、子供の頃お母さんもそうだった。やらしてくれた。まあ親父が生きとったら、親父がパパ7歳の時死んでるからね、生きとったら水泳なんかさせる東京なんか行かしてもらってないかもしれんね。わからん。あのそうね、なんだろうねと思うけど。まあ親だまくらかして教科書を買う、参考書を買う、やった、すらことばっかり言って、まあ一晩酒飲んだツケが今来て全部払わされとるわ。なんじゃそれ。経過騙してないし。この後もお父さんと二人でこれからについてだったりいろんな話をしました。最後までご視聴ありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。じゃあバイバーイ。